はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今夜です。はい、よろしくお願いします。今日は、ですね、今日は、対決させようかなって思ってます。なんのやねんっていう感じですけどあのいつも使ってる僕スタイリング剤でこのナプラさんの N ドットとあとこの、リレイバームで、スタイリングいつも大体やってるんですけど、まあ、どう違うのっていう結構意見も結構多くて、だからまあちょっと今夜さんね、こっちが N ドットでこっちがリレイでっていう風になんかどういう風な違いが出るかっていうことをちょっと検証でやっていきたいと思います。もうほとんどもう小栄さんの髪の毛ちょっともう乾燥してて、まあもうカラーリングをね何回も繰り返してる感じなんで、でこれが、まあ同じようつけて、でまあどこまでこう潤いが出るかっていうことをちょっと検証したいかなと思いますので、気になる方よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。ではまずこちら側がリレイの方をつけていきます。まあ大体半分に、後ろで半分に分けた状態にしてます。で、リレイの量が見えますかね、まあ、大体指の爪ぐらいですかね、爪1本分ぐらいの大きさで取ってます。それをまずしっかりとなじませて、でも基本的につけるときはもう毛先まず中心です。毛先をまず中心で、ここが潤いがないと本当にパサついて見えるかなと思うので、ここにまずつけて、で徐々にこう上に上がっていくような状態でつけていきます。で手に残ってるのがこうなくなるぐらいつけてもらって、こんな感じですね。多分だいぶ潤いが出てる感じです。もうちょっと潤いが欲しい人はあのつけてもらってもいいかなと思うんですけど、だいたいまあ爪、まあ、小指の爪ぐらいですかね、1本分ぐらいつけるとこのぐらいの潤いになります。これがリレイのバームの取る量です。だいたいまあ小指の爪ぐらいですかね、このぐらいの量で塗ってます。リレイのバームの方です。どっちかというとこれはしっとりまとまるみたいな感じの質感になってますね。潤いも出るんですけど、やっぱり N ドットのオイルの方が潤いは出るかなと思うので、まあ、こっちもパサつき治るんですけど、こうしっとりまとめたい人はリレイのバームも可愛いかなと思います。じゃあ次反対側、こっち側ですね。またこの状態からつけていきます。こっちは N ドットのオイルです。で、この量が、まあ、大体ですけど、どんだけ出たかちょっと見にくいんですけど、大きさ的には5円玉ぐらいの大きさでちょっと出してもらって、大体3回ぐらいパンパンパンって3回ぐらい出した状態です。これをしっかりとなじませて、また毛先の方からしっかりとつけていきます。手のこうオイルというかベタつきがなくなるぐらいまでなじませてあげると良いかと思います。多分こう見てて分かるんですけども、もうこの時点でかなり潤いが、ウェット感かなり出てます。小栄さん見えないです。そうですね、さすが見えてないですね横向いてますからね、横向いてますよね。でもめっちゃ出てます。多分髪質的にはこう、ね、カラーしてる人って結構いいですね。噛みましたね今だいたいこれで馴染んだ状態です。かなりこう潤いというかしっとり感、まとまり感が出てるかなと思います。これが N ドットの量ですね、出す量1,2,3、だいたいまあこれで5円玉ぐらいの大きさかなと思います。はい、こっちが N ドットのオイルをつけたやつですね。こうどっちかというと光ってて潤いがしっかり出てるかなと思います。
だから結構乾燥してる人とか、まあ今っぽい感じの質感ですかね。こんな感じでちょっと仕上がりました。こっち側がちょっと見にくいかもしれないですけど、こっち側が N ドットのオイル、なんかツヤツヤなってて光ってるような質感ですね。でこっちがリレイのバーム、こっちがこうしっとりしてる質感になってます。どうでしょう。私はハイライトとかも入れてるので外国人風が好き。何緊張してんねん、ちょっと緊張してんねん、まあ、こっちの方がなんかちょっと質感的にはちょっと外国人風なのはこっちが好きかなっていう。明るいハイライトとか入って明るい系の髪の毛の人は多分こう光ってる感じの質感のあれが好きやね、うん、なんだろう。そうですね、ハイライトも目立つ。なるほどなるほど、うん、こっちはこっちは大人っぽい、大人っぽくも見えるし、あとはなんかまあ何ですかね俺に言うこと分かる？俺がわけのわからんことを言うてしまうのね。そういうことやね。そういうことですね。はい。まあでも、ウエットすぎたらちょっと、うん、なんかで、やったことないなっていう人はこっちでちょっとやってみて、うん、ウエットな質感に近づけてみるのもありかな。ああ、なるほど。いきなりこっちはちょっとやりすぎちゃうかみたいな。結構なんか難しいかな。ああ、なるほどなるほど。まずこっちで攻めて、うん、で、慣れてもっとウエット欲しいやったらこっちがいいかなみたいな、うん、らしいです。まあこんな感じでちょっと今日もお送りしました。まあ僕もなんかこっちがどちらかというと大人っぽい感じみたいな、こっちちょっとこう遊び心があるような、スタイリング剤になってるかなと思いますので、いつもちょっと使ってるんですけど、まあそこでちょっとご参考になればと思って今日ちょっと作ってみました。またリクエストだったりとか、コメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんさよなら。バイバイ。